西園寺御正王五年九月九日は、御佐賀天皇の中宮ので後に皇太后。西園寺実のの長女で、母は、四条隆史皇の娘、四条貞子。御深草、亀山良天皇の聖母、女院。陰号は、大宮院。法名は、偏差と四角。任時三年一月の御佐賀天皇の即位を受けて、六月十日に、急遽十八歳にして、 同天皇の女吾となり、その2ヶ月後の8月9日に中宮のに作立された。この時代の背景には、祖父の西園寺工業の意向があったと考えられているが、工業が、執権、宝城康時の既得の情報を掴みながら、受代を強行した背景には、西園寺家の娘を皇妃にするために、摂棺家の帰遷を制して、受代を実現させることと誤差が天皇に禁じしている。 タイラム猫が解任しているという情報を得たからと見られている。小佐賀天皇が古書生の五深草天皇に上位して上皇となったのを受けて、法治2年6月に陰謀宣言を受けて、大宮院の称号を与えられた。小佐賀上皇とは、夫婦仲がよく6名の子女に恵まれたが、文永9年に夫に先立たれたのを機に出家した。法皇の遺産はその遺書によって彼女と、 援助方針能が処分することとなり、彼女や子女に遺産が分配されることになったが、遺書の中に、とばりや六章寺を次の時点の君に与えるとだけ書かれて、具体的な選任は、鎌倉幕府に一任されていた。困惑した幕府は、後に、ご佐賀院の真意について正すこととした。これに対して後は、亀山上皇を推挙する意向であると回答し、幕府はそれに従って、 亀山上皇に次の辞典の君を要請した。後は、当時の後宇田天皇が亀山上皇の実子であり、父親の亀山上皇が辞典の君として陰性を行うことが妥当とする趣旨による回答であったが、辞典の君が後位継承における決定権を有したために結果的に亀山上皇の子孫が後位を継承する可能性が確実となり、これに、 亀山上皇の兄である、御不格差上皇が反発して、援助法親王と亀山上皇の作動を疑い、鎌倉幕府に対して、自分の子への行位継承を要望した。この事態に困惑した幕府は、御不格差上皇の子、広志人志王を皇太子に立てて、行位の両党鉄律のきっかけとなった。こうした周囲の混乱を横目に二代の天皇の国母となった子は、 実家である西園寺家の支援もありがいがいの崇敬を得た。マスカガミには、公安8年に、彼女が開いた母、サダコの90画の盛大な様子が描かれている。昭和5年に68歳で放置、淡田三寮に葬られたほか、聖徳大子の墓所がある、永福寺内に分骨されて、法教委員等が建てられた。ありがとうございます。